なんかガチャ引くのが憂鬱になってきたわ。おかしいよね。そんなことあるかな。ソシャゲの唯一の楽しみのはずなんだけどな。はい、10日目。どうしようかな。ちょっと、こうなんか引き方変えていきたいんですけどな。どうかご加護を、ラッキーあげたい。今日はなんか出ない気がするな、私のテンション的に。やばいよ、今日は特に無気力だよ。なんか昔というか1年前実況してた私、見返したんだけどね。うるさかったな。特にガチャの最後とか最終日あたりとかね。まあうるさいよ。一人山の中でこれだけ騒げるんだったらもうどこでも暮らせそうだなってちょっと自分で自分を感心しまったよ。あー出た。ことでした。はいはい。なんですかね。俺そろそろ3枚目いきそう、3枚目カウントできそうなんだけど。なんでそろそろあと10連に1回は回答できるペースになってきたんじゃないかな。多分そうだと思います。はい、終了ですね。まあ、相変わらずだな。さあ、気を取り直して、もうちょっとテンション上げないとな。頑張るぞい。どうかご加護、ラッキーありがたい。これで、一気にテンションが落ちたよ。こうして笑ってられるってことはまだ余裕なのかな、私。ああ、お。ません。なんかこれ言っていいことなのかな。ちょっと言うのは怖いんで。ああもう一枚来た。はい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 。微妙。これ悪いことなのか。星を追うことを厳選する領域に入ってきたな私も。なんかさ分からんけど。今さら激アツです。まさか。さすがにいないでしょ。あと 2,3 枚でしょ残り。出たらすごいよ。てか、ほんといやらしいレベルになってきたわ、私。なんか数年前喜んでた星のことをさ、もう今じゃこういう扱いだよ。はぁ、傲慢だな、私。終わった。あれ、この服の神は次回に持ち越しできるんですかね。明日最終日。まあ、いいや、やってみましょうか、明日。いや、しかし、慣れとは怖えな。ガチャが憂鬱になるって、もはやもう課金者の言葉じゃねえか、わからんけど。